はい、こんにちは、スカイトムです。皆さんね、ボーリング場行った時にね、ボールをねタオルで拭いてる人見たことあると思うんですけど、実はねボーリング場にはね必ずタオルがあります。そのタオルはですね、ボールの表面についたオイルを落とすためにボーリング場に置いています。まあこんな感じね、見れるかな、タオルがあります。はい、ボーリング場には必ずあります。これをねボールについたオイルを落としたりします。じゃあ早速ボールを投げてみてオイルをつけてみたいと思います。はい、まあ、こういう感じ見えるかな、どうだ、ほらこれ、あ、これ見える見える、今これをねこうタオルでね拭くと、そうするとまたね同じところを投げてもね、あのオイルで左右されなくてね、同じ投球ができます。じゃあ早速もう一回投げてみましょう。はい、こんな感じにねボールのねオイルを落とすためにタオルはボウリング場に置かれているので、ぜひね皆さんもねボウリングされるときはねタオルをもちゃんと使いながらボールを拭いてボウリングのスコアアップに役立ててください。またじゃあ配信します。スカイトムでした。